こんにちは、ぼっち買取応援団です。本日はロレックスデイレート2218206A の実機レビューをお送りしていきます。デイレートの登場は1956年、日付とフルスペルの曜日表示を備えたドレスロレックス最高峰のモデルです。今回ご紹介する2018206A は2008年に追加されたバリエーションデイレート2シリーズ史上最も大きな 41mm 系のケースを用いたプラチナ製モデルで、インデックスにはバケットカットのダイヤモンドが使われています。文字盤カラーはアイスブルー。メンズモデルではプラチナ製のデイレートおよびデイトナにしか展開されていない特別なカラーです。自然な白色の輝きを持つ 41mm 系の黄金プラチナケース、そして特別な文字盤カラーとそこに配置される豪華なダイヤモンドとの共演にぜひ注目してご覧ください。ここからは機能や外装について触れていきます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。では早速機能面から見ていきます。2018206A はキャリバー3156という自動巻きムーブメントを搭載。このムーブメントは 36mm サイズのデイレートに使われていたものをベースに、デイレート2専用にリチューンされたものです。機械地金部分を大型化し、スポーツモデル並みの対磁性と対衝撃性を与えるべく、ブルーパラクロムヒゲゼンマイとパラフレックスショックアブソーバーという部品を新たに採用。2015年に登場したデイレート40への橋渡しともなりました。基本機能は3時位置に日付、12時位置にフルスペルの曜日をそれぞれ表示します。もちろんロレックスの3大発明であるデイトジャスト機構を装備していますので、24時ぴったりに日付と曜日が瞬時に切り替わるようになっています。アイスブルー文字盤、表面には三レイ加工が施されており、淡い輝きをより一層美しく見せてくれます。続いて外装。ケースサイズはリューズガードなしで 41mm 径 13mm 厚。ロレックスが誇るオイスターケースは裏蓋もスクリューでしっかりと閉じられており、プラチナ製でも SS 製と同じく 100m の防水性能を有しています。ベゼルはポリッシュ仕上げのスムースベゼル。文字盤の淡いブルーとプラチナの白い輝きの組み合わせ、非常に美しいですね。ブレスレットはデイレートにしか装備されない特別仕様の3連ブレス。かつてアメリカのアイゼンハワー大統領に贈られたという歴史からプレジデントブレスと呼ばれるようになりました。ポリッシュとサテン、2種類の仕上げを組み合わせており、一体的で動きのあるデザインに仕上げられています。インデックスには10個のダイヤモンドが配置。大粒のバケットカットダイヤモンドが使われており、海に浮かぶ氷山のような神秘的な美しさを感じさせます。プラチナデイレート、やはり別格の雰囲気がありますね。 41mm という大判サイズのバリエーションは2008年から2015年のデイレート2でしか作られておりませんので、より迫力のあるドレスロレックスをお探しの方はぜひ。とはいえ流線形のデザインで綺麗にまとめられていますので、悪目立ちすることはありません。手首が太くたくましい方はもちろん、細身の方でも許容範囲のサイズ感かと思います。特別なカラーの文字盤に特別なブレスレット、輝くダイヤモンドインデックス、そして現行モデルにはない 41mm というサイズ、短い期間でのみ製造された限定的なモデルデイレート2。お店で見かけた際はぜひ現行品との違いも感じてみてくださいね。以上、本日はロレックスデイレート2218206A のご紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。